こんにちは。こんにちは。今日は大谷酒造さんのお話を聞かせてください。はい。早速なんですけど、大谷酒造さんのお酒ってどれを飲んでも安定感があるように感じるんですけど、そんな印象間違ってないでしょうか？はい。小売店さんとか料飲店さんにもそう言っていただいて、もう安心して安定したお酒が飲めて注文できるなっていうふうに言っていただいています。あ、そうなんですね。はい。実は飲む気満々なんですけれども、あの当時さんが中にいらっしゃいますので、お話を聞いてからでもよろしいですか？いいんですか？当時さんの話聞きたいです。はい、ぜひどうぞ。あちらです。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。思ったより若い当時さんでびっくりしました。そうですか。私は20年ぐらい広島でお酒作りしてて、はい、で2年前にこちらに来て今お世話になってます。広島でされてたお酒作りとはこちらはまた違いますか？ある程度機械も整備されてて、冷風装置で、まあ、あったかい蒸し米、熱い蒸し米を温度すぐ冷ましてたんですけど、こちらはその外気を直接当てるってことなんで、なかなか冷めない日もあったり、今また冬があったかいんで、そこら辺でちょっと苦労したりはしてます。それはいいギャップなんですか？そうですね、まあ冷風装置じゃなく、まあ、そのままの風を当てるってことで、まあ、言い換えればまあその土地の風をそのまま当てられるってことは、まあその土地に根付いたいいお酒になるんではないのかなとは考えてます。一から手で作るって、まあ、自分の五感を使ったりして作るっていうのは、まあ、やりたかったことですし、今それをさせていただいて楽しくお酒作りができてます。若い方がいらっしゃいますし、まあ、女性も多いのがすごく特徴的かなと思います。農家さんがすごく近くに感じられるっていうのがあると思います。でお米酒米ができたら、その農家さんが直接会社まで持ってきてくださったりするので、その農家さんの顔が見れるっていうのはまた新たな一つの楽しいというかやりがいの一つには感じてます。酒米を作っている蔵人がいるんで、じゃあ早速行ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。こちらは何の酒米ですか？山田錦と言います。山田錦ですか？ちょっとダワッとして倒れ加減なんですが、はい、藁がよく伸びて、はい、穂もそれなりについとるので、去年以上の出来かとは思ってますけど、買ってみんと分かりません。昨年は愛さんのお米で1本仕込まれたと聞きました。あ、そうですね、愛さんがお米と一緒に蔵に来て精米していただいてたんですけど、そのお米で1本お酒を作るってことになってしました。お米を作られた方と一緒にその1本作るっていうのに、まあ、すごく意味があるのかなと思ってやりました。働いてる人も若くなったし、蔵全体の若い人の仕事量が増えて上手に使っておられますんで、やっぱり年寄りと若い者とおるとね、多少なんちゅうかな、段差があったりなんかするんだけども、去年はそれがうまいことまっすぐに平らな状態で、うん、うまいこと使ったんだと思って、ええ、感心して、うん、やっぱり 今頃はこうでなきゃいかんのかなと。これからはどういうお酒を作っていかれますか？まあ、うちの社長みたいにいっぱい飲まれる方にも楽しんでいただけるし、またまだ飲んだこともない女性の方とかにもこう美味しいなって言っていただける酒を作っていきたいと思っております。楽しみですね。そうですね、いっぱいいろんなことに挑戦していきたいと思ってます。